皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。雑談ホームルームということで、私の感じたこと、思ったこと、体験したことをただ雑談のように話す企画となっております。今日のねトークテーマはこちらになります。祝アニメ化、僕の心のやばいやつということでね、皆さんどうですか？知ってますかね？まあ以前ですね、もう去年になりますかね、今最もハマっている漫画はみたいな、ことでですね、コラボ配信をしましてですね、その時に僕の心のやばいやつというですね、まあ青春初恋ラブコメディのね、漫画を取り上げたんですけども、それがですね、今年のですね、2023年の4月ですかね、4月にテレビアニメ化が決定されても放送開始しておりますということでね、これね、知ってますか皆さん、僕やば、まあ、略して僕やばって言うんですけど、ね、秋田書店ですね、週刊少年チャンピオンで連載してて、今はですね、ウェブ漫画ということで、漫画クロスっていうね、秋田書店がやってますね、ウェブ漫画の方で、2週に1回火曜日にですね、配信されてるんですけど、ウェブ漫画ですね、それを、まあ、見ておりましてですね、もういよいよアニメ化、動く僕ヤバが見れるということでですね、私はテンション上がっておりましてですね、今はですね、深夜1時半ですかね、にテレビ放映されているということなんですけども、プライムビデオでですね、独占配信も決定しておりまして、プライム会員の方はですね、アマゾンのね、見ることもできるということでね、テレビ朝日系全国24局ネットで、毎週土曜日の深夜1時半に、放映されているということでね、プライムビデオの方は、毎週土曜日深夜2時からね、見放題独占配信ということで、まあ私はプライムビデオで見たんですけども、これね、良かったですね。まあどういう漫画かと言いますとですね、中学2年生のですね、主人公がですね、市川京太郎って言うんですけども、これがですね、もう本当に変な癖があると。まあ、殺人癖っていうかね、そういうね、殺人者の心理を読む解くのが好きとかね、そういうグロい系がまあ好きな、要は陰キャの市川京太郎がですね、同じクラスの山田杏奈、もうバリバリの陽キャなんですね。陽キャラで、もう本当にめちゃくちゃ可愛くてですね、舞台はですね、東京都の足立区かな、目黒区かな、練馬区かな、もう忘れたらあかんやんって話だけど、まあ東京まあ舞台にですね、やってるわけですけども、もうめちゃくちゃ綺麗でめちゃめちゃ可愛くてですね、中2ながらも芸能活動をしてると、まあモデルさん兼ちょっとね、映画とかも出たりもしてるみたいな、そういうね、芸能人の山田あんなに恋をするという物語なんですけどもですね、もう今ね、単行本というかですね、連載はですね、第8巻まで出てますね。8巻まで出ておりまして、私もまだ買って、まあ、Kindle でね、買って読んでるんですけども、まあ、非常にですね、もう忘れてたか、もう、取り返せないはずの青春が、この漫画を読むことによって、まあ、戻ってくるみたいな、もうそういう感じなんですね。もう、で、まあ、市川京太郎が、まあ、ほぼ一目惚れに近い感じでですね、こう、恋心を抱いていくんだけど、山田杏奈も、市川京太郎のことちょっと気になり始めて、この、もう、恋どうなるのみたいな、もう感じなんですよ。はい。もうそれがですね、もう忘れかけていた、もう失ったはずの青春が、もう戻ってくる。もう2回目やけどね、これ言ってんの。もう本当にね、もう素晴らしいですね。青春初恋ラブコメディなんですよ。で、クスッともできるしね、もう、なんか、ギャグ漫画的な要素もあるから、もう非常にね、もう中学2年生のこのなんかね、もう、なんていうかな、もう、揺れ動く感じ？もうこれがね、もう本当にね、うまくね、描写されてるんですね。桜井のりおさんっていうね、漫画家の方なんですけども、まあ、非常に面白い漫画なので、漫画も読んでほしいし、もうアニメ化もね、されてますので、動く市川京太郎、山田杏奈が見れると、まあ、いうことなんですね。うん。で、もうとにかくね、山田杏奈が、もう可愛い。もう可愛らしいんですよ。もう仕草とか言動とかね、行動とか。それがですね、まあ漫画でもそれは伝わるんだけど、動く山田杏奈の可愛さはね、やっぱすごいよね。破壊力がもうすごかった。あ、動いてると思ってね。
で、皆さんね、その漫画読んでてですね、まあ、自分なりにその主人公とか登場人物の自分なりの声ってあるじゃないですか。の脳内で、まあ、セリフ読みますよね。読んでて、この主人公はこんな声かなみたいなんで、自分なりの市川京太郎像があると思うし、自分なりの山田杏奈像があると思うんですけど、もうね、声優さんね、すごい、もうぴったりなんですよ。で、私はあんまり声優さんのこと詳しくないので、どんな方でどういった作品やってきたのかっていうのはわかんないんですけど、市川京太郎はですね、堀江俊さんっていう方がやってるんですけど、もうぴったり、もう本当に自分の脳内で再生されてた市川京太郎の声もそのまんまみたいな、もう本当にもうイメージぴったりなんですよね。なんか本当にすごいなと思いながら。で、山田杏奈の方はですね、陽宮ひなさんっていうね、声優さんなんですけど、これ本当に山田杏奈。もう山田杏奈でした。もう私が思い描いてた山田杏奈でした。もう陽宮さんすごいっていうぐらいね、もう声優さんって本当にね、すごいなって。まあ今もね、まあ私は声優じゃないけど、まあ声のこの配信やっていると思うんですけど、もう本当にね、声出すプロだなっていうね、もう本当にね、見習わなければいけないとたくさんあると思うんだけど、本当にね、こう引き込み方とかね、こうなんていうの、強弱のつけ方、アクセントのつけ方とかですね、もう本当ね、素晴らしいなと、もうね、ほんと綺麗。もう私の声も汚いですけど、もう本当に声優さんの声ってほんまに、綺麗だなと思いながら、もう聞いてて本当にぴったりでね、よかったですね。本当に、まあ、漫画で読んでるから予習はバッチリなんだけど、まあ、その通りにやっていくんだけど、なんか動いてる様子とか声聞くと、なんかこう、ああ、そうやったなっていうのと、またなんか違った見え方がするっていうかね。まあ、漫画のその原作通りでやってくんだけど、あ、そうか、こういう感情だったのかとか、まだ再発見みたいなことができて、まあ、アニメ化はアニメ化ですごい面白いなっていうね。まあ、漫画は漫画で面白いけど、アニメはアニメでやっぱり楽しめて面白いなっていうのがですね、あって本当に良かったですね。次は、今週土曜日なので、今日ですか？今日の深夜もね。なので、また第2話が放送されますので、ぜひね、まだね、チェックしてない人、見ていない方はですね、ぜひ見てください。失った青春がまた蘇ってくるっていうかね、またこの青春を感じることができる素晴らしいアニメ漫画になっておりますのでね、ぜひね。で、Kindle ね、今ね、キャンペーン中でね、安くなってるし、第1巻は確かね、プライム会員の方なら、プライムリーディングで、タダで読むことができる。無料で読むことができるので、私もその無料で読むことができる Kindle の第1巻を見て、ドハマりしましたので、ね、タイトルがね、僕の心のやばいやつっていう時点で、なんなんて思うでしょ？やばいんちゃうみたいなね。もうやばいやつって言うてもてるやんみたいな感じで、こう、興味惹かれて見てみたら、青春ラブコメディやったんですよ。タイトルとは想像つかない。もう全然ちゃうやんみたいな感じだったんですけど、引き込まれていったんで、もう出てくる登場人物もね、まあ、非常に面白いし個性的なので、だからもうこう、もう全体で盛り上げてくれるみたいな、もう感じですので、ぜひね、皆さんね、まず漫画から読んでもらった方がいいような気もするけど、まあ、いきなりアニメ見てもらってもね、全然楽しめますから、ぜひですね、皆さんチェックしてみてください。僕の心のやばいやつ、第8巻まで出ておりますし、アニメ化はもうされたばっかりですので、2話ですからね、今日ね。まあ、全然間に合うし、またこれからまだね、もうこれからね、もう100巻とか出てたらなかなか追いつくの難しいけど、第8巻までしかまだ出てないし、アニメも第2話目ですからね、ぜひね、これからハマってみてもいいんじゃないかと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さよなら、バイバイ。